ここに武者3ボリューム12だよ。この動画では初見でグラグラしている虫を横目にゆっくりが雑談するよ。ゆっくりしていってね。漢字読めないよ。ごめんね。どうやら謎が解けてきたみたいですね。お前は？ギルデンスタンはここで時のねじれ装置を作ったんですよ。まだ未完成ですがね。ねじれ装置だと？それはタイムマシンのことだ。いえ、その装置はどこにある？ご自分で探されることですね。万人にはお気をつけて。万人って？魂なぁ。
そろそろ行っとくか。魔空空間ってどこに用意断っとくが、生きて帰れる保証はねえよ。ま、気が向いたらいつでも来な。今のは何？何で吊るされてるの？気に入ったらしいな。そろそろ行っとくか。魔空空間ってどこに用意断っとくが、生きて帰れる保証はねえよ。行くの？準備はいいか。悩みは、匿名1号、高校3年生になる女性からです。部活動をしているのですが、引退のタイミングを悩んでいます。受験勉強と部活の両立はかなりきついのですが、文化祭で引退するか、コンクールで引退するか悩んでいます。文化祭で引退したら、夏休みは受験勉強に専念できますが、コンクールを終えて引退すると、夏休みは部活の合宿や練習で受験勉強はかなり時間が限られてきます。受験か部活か、クマさんならどうされますか？アドバイスお願いします。部活ノート、受験勉強か、双方、くがめが出ない選択肢だね。それは、悩む悩む。僕のアテンドさんに聞いたんだけど、人間の部活動って仕事並みに忙しいんだってね。だからきっと匿名希望さんはどっちも全力で頑張っちゃうんだよね。でもどっちも全力で頑張るのに限界があるし、真剣に悩んじゃうよね。わかるわかる。僕だったらどっちも頑張れとは軽々しく言えないな。だって匿名希望さんは絶対に手を抜かないでしょ。どっちも全身全霊で頑張り抜いちゃうでしょ。二刀を追う者は一刀も得ずって言葉があるらしいけど、僕はそうは思わないよ。
得るものは必ずあるし、後々必ず匿名希望さんの糧になる。どっちも全力投球をずっとするのではなく、時と場合でバランスよく活動してみたがどうだろう。引退の時期はそれが限界になった時に多分わかると思うよ。部活動のように何かに無償で没頭しながら生活できるのは学生の特権だからね。大人になってからは自分だけの時間って激減するから、今を精一杯楽しんでほしいと僕は思うよ。ずっと応援するからね。悔いのない一年を過ごしてね。それと前回も訂正があります。車椅子クマは主ではなく、今なるべく早く切れ実況をしているのが車椅子クマなので、前回の騒乱は僕らのアテンドさんの主人間が正解です。ややこしくてごめんなさい。誰かアテンドさんの心許せる友達になってあげてください。あそパソナそのままではかわいそうなので、では引き続きグラグラ動画をお楽しみください。車椅子クマは僕のことだよ。かなりグラグラしちゃうけどごめんね。
意味不明なんだよね。悩む。これは僕たちのツイッターです。僕たちがあなたの悩みを聞いてあげるよ。コメント欄は封鎖してます。ごめんなさい。だからツイッターでコメントや悩みを聞かせてね。ネタバレも大歓迎だよ。というか教えてくださいね。僕たちはクマだけど、一生懸命聞くからね。気軽に相談してね。老若男女と言いません。待ってるよ。